はい、どうも、多分鼻声です。ということで、皆さん花粉症大丈夫でしょうか？だいたいね、秋ぐらいから花粉が飛び始めて、3月2月とかがね猛威を振るう時期なんですけども、すでに12月で花粉症やばいでございます。ってことで今日はちょっと鼻声かもしれません、ご了承ください。ではガチャの方を見ていきましょう。こちら密着アニマルボイス24時ガチャということで、完全に密着警察24時のパロディですね。かわいい！イラストがとってもかわいいです。はい、今回なんとアニマルポリスということで、全員ね、獣耳のイラストとなっていきます。早速ね、こちら見ていきましょう。ガチャについては下に書いている時間から引いているので、ガチャだけ見たい人はその時間までスキップしてください。またですね、ぜひとも皆さん、チャンネル登録の方はよろしくお願いします。まずはスカッとササッと花里実りスキル、1日飼育員のお仕事。こちら純スコ 120% アップスキルとなっております。バナーでまたまた純スコです。最近バナージュンスコ多くて助かりますね。ぜひぜひね、確保しちゃってください。スキル優秀です。ってことで今回のバナーのみのりちゃん、アルマジロって俊敏なんですかね。あんまりそういうイメージなかったんですけど、このアルマジロもめちゃめちゃ可愛い。っていうか、プロセカの動物ってマジで表現力高いですよね。過去にもね、ワンちゃんとか映ってたりするんで、よかったら皆さん見てみてください。クッソクオリティ高いです。そして特攻のイラストがこちら、かわいい猫耳で、なんかこのハワワワワって顔してるみのりちゃん、最高です。ありがとうございます。で、帽子にね、耳もついていて、手がモフモフのなんか手袋で肉球もついている。そして足に、これはなんだろう、ルーズソックスというか、レッグウォーマーみたいな。こちらもモフモフつけてね、めっちゃ可愛らしいです。そして周りのレッサーパンダ。これいわゆる威嚇してるレッサーパンダだと思うんですけど、これもちょっとネットミームというか話題になった、威嚇してるのに全然怖くないってやつですね。マジで可愛らしい。そして左奥にはね、キョトンとしてるレッサーパンダもいて、もうみんな手あげててみんな可愛い。あとは他にも背景凝ってまして、後ろのところ、モアモア交番って書いてますね。交番っていう、めっちゃ日本語。あとは信号がね、動物の手の形だったり、奥にササーっていう看板があったり、左側のところに指名手配のところ、なんか、ワシとトラの指名手配犯がいるみたいだね。こちらも非常に可愛らしいです。続いて、ときめきを隠して火の森志保スキル、寝る子は守る。ということで、こちら、ライフ回復スキルとなっております。はい、特訓前志保ちゃん。隠しきれてない。圧倒的に隠しきれてない。このときめき、表情が可愛らしい。やっぱ小動物っていいですよね。ハムハムしてるリツさんとか見たらもうみんなこんな顔になるし、これも隠してるしほちゃんが本当に可愛らしい。ちょっと語彙力がなくなってしまいますね。恥ずかしがってるしほちゃんのイラストは数多くありますが、これは個人的に特に好きかもしれないです。そして特訓後のイラスト、こちら、何このしほちゃんの表情、プロセカでこういう表情なかなかないですよね。足にカルガモの子供が乗っていて、ちょっとこう困っている感じと可愛い感じとかどうしようみたいな、いろんな表情が入り混じった、これマジでもう可愛すぎる。そしてさっきのみのりちゃんと同様に猫耳ついているし、なんか手も可愛いし足も可愛いしで、すごく可愛いです。で、これ手前の方を見ると、いわゆるカルガモでいいのかな？カルガモのお引っ越しを手伝ってるみたいな感じですよね。なんかみんな帽子かぶってたり、表情なんかどやってるやついたりして、すごい可愛らしいですね。あと、クモもね、このカモというか、ヒヨコというか、アヒルというか、みたいな形になっていて、もう、グッドです。ラスト、挨拶はアイドルの基本、巡りでルカ、スキル、お忍び動物へ。ということで、こちら、130% アップ、スペスキとなります。いやー、今回、120、130、どっちも置いて、かなりいいイベントですね。ってことで、今回のルカさんなんですけども、お忍び動物園っていうスキル名があった通り、みのりちゃんのスマホを使って動物園いろいろ見て回ってるで、挨拶はこれ、動物に向かってしてるのかな？ちょっとよくわかんないですけど、みのりちゃんのスマホから出てる感じかな。結構目立ちそうですけど大丈夫ですかね。ああ、目立つといえば、すっごい目立ってる部位が大きくて素晴らしいです。ラスト特訓をこちら、逮捕してくれるかさー。
はい、ということで、ポリスルカさんでございます。舌とウィンクで棒で表情がエチエチでございます。これはね、本当に逮捕してほしい。ちょっとこのルカさんのところいろいろしたいなって思いますね。あともう一つ、パンダ！思いっきりめちゃめちゃパンダがおります。竹の警棒を持ってるし、表情もなんかいい感じだし、めちゃめちゃ可愛いけど、どう見ても、呪術廻戦のパンダにしか見えない。さあさあ、ではでは、ガチャの方を回していきましょう。まずは単発2回引いていきます。ここでね、星4。星さん、いいよ。こっから昇格演出。最近ね、星4単発の当たりがいいので、もしかしたら出るかもしれません。さあさあさあ、昇格演出、足元が、ペカー！うん、もちろん。私も手伝うね。ありがとう。よし、これはもうね、しずくさんに手伝ってもらっていきますよ。星4当てに行きます。任せてください。しずくさんが出たということは、これはね、もうしーちゃん当たります。さあ、単発2回目、ロードがねねちゃん。では優勝10連引いていきましょう。ここでしほちゃんを当てたい。あー、ロード時間どうだろう。ちょっとね、今のはね、星4来なかったロードな時間な気がしますが、まあ、わからない。ちゃんと昇格演出見ていきます。足元ピカッとーす。最低保証やないかい。私もみんなの力になりたい。お姉ちゃん、今日お姉ちゃんの主張が強いね。しかもめっちゃなんか力を貸そうとしてくれてる。めっちゃ力貸そうとしてくれてたのに、やっぱルカさんに逮捕されたいとか言ってるやつには力貸してくれないか。さあ、さすがに次にニーグのイベントがね、控えているので、ガチャこんなもんで、あとはね、ちょっとせっかくなんでサンリオ単発も引いてやります。引いちゃいます。日本語が喋れない。星2もね、まだ未入手メンバーがあと8人いるかな。8人未入手がいるので、そこもなんとしても確保したいところですね。あと約10日間ガチャの期間があるので、その10日のうちに当てたいところ。さあ、まず1人目、キンちゃん、ディアダニエルかぶり。はい、ということで今回はガチャ回していきました。よければね、皆さんのガチャ結果もコメントで教えてください。さあ、こっからはね、多分あと2日3日後ぐらいから限定復刻ラッシュが来るので、皆さんまたガチャ頑張りましょう。ではでは、今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。